情念司チャンネルニュースの虎川がおおはい始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。海に来てます。今週ね、日経平均ナイアガラ、まあ最後ね上がりましたけどね、金曜日はちょっと上がりましたけど、まあちょっと頭冷やした方がいいなと思いまして海の方にやってきました。はい。でね、まあ本当にね、今月ねろくなことねえなと思って見てたんですが、昨日ちょっとねいいことがありましたんで、皆さんとこの喜びを分かち合いたいなと思いましてね、この動画撮りました。何かというとですね、岸田総理田総理ね、聞く力いい方向で発動ということでおめでとうございます。何が言いたいか分かりますよね。例の世界遺産問題ですよ、佐渡金山ね。当初政府は推薦しないというふうなね情報が流れてて、これリークでうわーってみんなもう大反対しましたよね。でその声がですね岸田に届きました。はい。そして岸氏が自らのイニシアチブでですね、これは推薦するんだ、俺がやるって言ってんだっつって言って、どうも、推薦決まったみたいです。おめでとうございます。私たちの声を伝えてくれたのは誰ですか。そうです、安倍さんと高市さんです。ありがとうございます。安倍元総理、そして高市政調会長、本当にありがとうございます。本当にね良かったと思います。でね、安倍元総理はね、意味軸もねこんな風におっしゃってました。昨日報道で書いてありましたけど、毎回ねこれ慎重論言う人って同じこと言ってんだとね、やれこれ出せばね向こうを刺激してあることないこと言われるとかね、やれ準備が整ってないだね、こんなことばっかり言ってると、違うんだとね、違うんですよこれね、歴史戦なんで受けて立つしかないんです。はい。そして我々は別に嘘つく必要ないから、本当のこと言えばいいんですよ。客観的に資料を出して、大体江戸時代の佐渡金山ですよ。どこに向こうの半島の人が奴隷労働させられてたなんていう証拠あるんだという話ですよ。とんでもない話です。何でもかんでもそこに結びつけてても、こじつけもいいところなんで、しっかりと反論すると。加藤浩子さんがね、いい仕事されてますよね。ああいうのもね、やっぱね、しっかり我々もやっていかなきゃいけないし、ちゃんとね、歴史の勉強の中でね、まあ、それは当然ね、その植民地主義ですから、当時はね、帝国主義ですから、その時代にあって、その帝国主義っていうものそのものがいいとは決して私は思わない。思わないけれども、でも奴隷労働ってさすがに言い過ぎですと。ちゃんと契約書がありました。慰安婦の方でもね。それからその、強制労働と言ってるこの羽島の炭鉱労働者だってちゃんと契約書があって、例えば羽島の件だったらさ、朝鮮人労働者の方が、戦争のもう終わる直前は給料高かったんですよ。はい。あれ歩合制ですから、たくさん掘った人がたくさんお給料もらえると、たくさんもらえるということですから、そういうことなので、あまりねそういうねこう根拠に基づかないね誹謗中傷、穴に埋めてダイナマイトで爆破して殺してしまったとか嘘でしょ。でこういうのはねしっかり否定しないと、こっちがね反論しないとね、日本政府が何も反論しないじゃないかってことで本当になっちゃうんですよ、さらに言うと、ほら慰安婦のね契約もあれ年季暴行の契約でして、当時の日本ではねこれすごくたくさんあったの。慰安婦のみならずね、他の奉公人と言われてるような人は、江戸時代からたくさんいまして、明治になってもっと増えるわけですけど、こう工場とかに奉公に行かせるんですよ。で子供をね、3人ぐらい奉公に出すと蔵が立つっていうぐらいに、親はですね前払いでねその給料もらっちゃうので、子供はその前払いした分はですね借金として一応カウントされて、働きながらその借金を少しずつ返していって、最終的に返し切ったらそこでおしまいなんですこの契約は。奴隷でもなんでもないでしょ。でしょ、前払いでちゃんとお給料払ってるし、その前払いした分は債務という形で残って、でしかもそれをまあ返していくと、もちろんあれですよ、給料全額で返すんじゃなくて、給料で生活費とかを除いてね、返せる分だけ返すのは住宅ローンみたいなもんですよ。で返しながら何年か働くとそこで終わりになるということで、実際に慰安婦の場合なんかもね、辞める自由もあったわけですし、それで蔵どころかもう豪邸建てた人とかもいたわけですよ。でこういう事実とね付き合わせてね、本当にその奴隷労働だったのかどうかってことで、しっかり論争する必要がある。で佐渡金山においてはですよ、もうこれ結論見えてるでしょみんな、わかるでしょ、なんでここから岸逃げんだよみたいな感じでみんなうわーっとこう吹き上がったわけですよ、これはもう当然ですよ。でこの声を安倍さん高市さんが岸に伝えて、岸やべえなと思って、そんで独断でですね、林さんがグダグダ言ってたかどうかよく分かんないですけど、林さんの影非常に薄くなってですね、岸自らのイニシアチブで今回推薦するということに決まったんで、いや本当に良かったと思います。でさらにね岸はねいいこと言ってまして、歴史戦チームね、安倍さんのところにやってたような歴史戦チームというのを作って、今後こういった問題に対処していくということをコミットしましたんで、これねいい意味で聞く力発動したと思いますよ。ぜひやってほしい。やらないと負けちゃいますからね。はい。これね向こうはね相当な力を使ってやってきてるんですよ。逆にでもそれが専門なんじゃないかと、バンクっていうね恐ろしい団体があったりとかして、もう何でもかんでもそういうねもう奴隷だ慰安婦だって感じでこじつけて、やってくるわけですけれども、それは違うと。いや本当にそうだったらもうこれは仕方ないですよ。違うんだからさ
ね、違うんだからしっかりとこれは反論をしなければいけない、ね、事実に基づいたエビデンスに基づいた反論をするということ、ね、でそれがまあ歴史戦というふうに言われてるんですよ、ね、向こうがプロパガンダやってくるからこっちもあることないことプロパガンダしていいってことじゃないのよ。これね気をつけてね、よくこれ間違えてね向こうと同じやり方であることないこと言い返してね、それでやったらさまあ見ろとか言ってる人いますけど、それ利的行為ですよ。もう簡単に揚げ足取られますから、そういうのはダメです。はい、まあ、有馬哲夫先生じゃないですけどね、しっかりとその、まあ、資料、ね、文献、証拠に基づいてですね反論していくということが大事なんじゃないかなというふうに思います。気持ちわかりますよ、もうボロクソ言われて悔しいからもう逆にボロクソ生かしてやれたらわかるんだけど、それ挑発に乗ったらまんまと利的行為、敵のね術中にはまると、いうことですので、あのそういったね、まあまあ、政府のね、まあ、韓国なんか政府の一部でそういうの専門にやってる人たちいるし、ね、専門のその、活動家みたいなね、まあ、プロ市民みたいな人たちもいるので、まあ、そういう人たちは本当にね上手ですから、ね、気をつけないといけないなと、いうふうに思います。はい、でね今後ね、まあ、これからその、まあ、米中対立激しくなっていくとは思うんですよ ね。でそういう中でウクライナの情勢もかなり厳しいですよね。でこのウクライナの情勢ご覧いただいて分かると思うんですけど、ね、ロシアが偽情報を流しまくってるでしょ。でしょ、 NATO の方が仕掛けてきたとかって嘘ばっかですよね。朝鮮戦争は韓国の挑発で始まったみたいなさ嘘を言ってる左翼いたでしょ、あれと全く同じですよ、NATO が挑発してるとか言ってるんですけど、いやいや、そもそも12万人も国境付近に動員したのはどっちだと、先に動員したのはどっちだと、これで終了ですよ。終了なんですけど、いまだにね NATO が仕掛けてきてるんだみたいな、ロシアの代弁みたいなことしてる人いますよね。昨日のプライムニュースなんかひどかったですよ ね。見ればわかります。で あのねロシアのその、まあ政府のね代弁みたいなしてる人なことしてる人ね、似たようなこと言ってる人は多分まあ同じご説明受けてて同じようにおパイプをお持ちなんじゃないかなと、推論していただいていいかなと思います。まあこういう感じですね、情報戦っていうのは今もう至るところで行われています。はい、ハイブリッド戦争ですので、あの基本的には、ね、武力使わないんですよ。我々を混乱させて、ね、我々を意のままに操る、これが、まあ、あの彼らの考え、まあ、この日本を、ね、弱体化させようと、ね、もしくはその日本に何かこう、ね言うことを聞かせようと思ってやってる人たちは全部これです。で歴史戦も、ね、その一つの手段なので、しっかりこれに対抗するということで岸田総理がビシッと言ったのはですね、まあ、あの非常に強い抑止力、牽制になったかなと思います。まあ、岸田さんねこれぐらい頑張ってね増税も止めてくれればいいと思うんですよ、あのみんなの力を合わせてね、また安倍さんにこの声を届けてもらって、岸氏の増税もねぜひね止めたいなと、ね、歴史戦だけじゃないですよ、ね、歴史戦頑張れということに加えてですね増税も止めるということもね同時に進めていけたらなと、いうふうに思っております。はい、ということで、まあ、だいぶ頭冷えてきたんで、そろそろですねちょっと日も、落ちてきたらね、船に乗ってね、帰りたいなと、いうふうに思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はねぜひね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にですねコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガー